皆さんこんにちは、フェリシティです。今回はシェムパスポートの内容をすべて内包したアプリがついにダウンロードできるようになったので、起動の画面から一緒に確認していきましょう。前々からダウンロードできないなということをちょっと動画の中でもぼやいたりしたんですけども、しばらく待てというのはそういうしばらく待てのことだったんですね。一応 Kindle Fire HD と、まあ、iPod Touch と、Nexus 13でよかったのかな、これ Nexus 7かで開いてみますので、音がちょっとでかかった。それぞれで、結構動きましたね。これ切れてる状態で。じゃあこれからこの音まで再現かって感じです。見ての通りおなじみのシェムパスポートの画面と全く一緒ですね。その大体の感じはプレビュー動画でも見たんですけども、ちょっといろいろ違う画面を開いて、これなんてゲームをプレイしてるわけでもないのにって、スカパスの閲覧タイムって感じでしょうかね。こっちはこれ戻るときどうすればいいんだろう。バックシアター、まさしくそのまんまで再現されてますよね。これってあれかな、今の感じからアプリ自体にはダウンロードしてなくてネットにあるものを再生してる感じですよね。サーバーにあるものを、おそらく。そういう点もなんかシェムパスポートを踏襲してるというか、ミュージックチュートリアルはいいです。一応うるさい交換は鳴らないまでも、その音楽と話してくれてますね。実際のシェムパスポートは洗濯音と音楽が被っちゃってますからね。最初から32曲選べるようになってますね。で、これ
ミュージックの部分は、シェムパスポートの、通常のシェムパスポートで聴ける32曲以外にも、ジュークボックスや、この、ゲーム本編でかかるフリー音楽まで収録してますね。これが素晴らしいですね、一番。ちょっと確認のために、Wi-Fi を切った状態で、これは Wi-Fi 切っても使えるっぽいですね。プロフィールが、でインフォメーション、やっぱりダメですね。音楽はダウンロードしたものに入ってるみたいですね、ちゃんと。自分で好きなものを編集できるってことかな。あ、ここに多分ハートマークにタッチすればマイフェイバリッツに入れられるってことですね。で、肝心の一番見たいのはこれなんです。プロフィール、おなじみの、多分私の動画を見てくれてる人にとってはおなじみのこの画面です。通り過ぎましたね。この順番はどういう順番なんだろうな。で、このように今現在シェムパスポートにつないでも見られないそのプロフィールの繊細というか詳細なデータがきちんと出ていてる状態で、さらにキャラクターをタッチすると本人のセリフが出るようになってますね。いくつかのパターンで出るようになってます。ただちょっとプレビューで見ていて、って思ったのが、まゆみちゃん、って思ったのここじゃなくて、エルダリーエトセトラ、海外版ってこの猫泣くんですかね。少なくとも日本版は泣きませんけど、まあ猫はどっかで泣いてるような、いや犬はどっかで泣いてるような音はしましたけど、誰の声なんですかこれ。チルドレン、フィメールズ、
野村さん。ゆきこさん。このセリフと音楽の音のバランスが悪いですね、まだ。海外版のキャラクターで名前がちょっとそれどうなのって感じになってたのあるんですけど、すぐに見つかるかな。上本と思うかな、やっぱり。トモじゃなくてトモになってるんですよね、これ。その海外版のページ見ても前にも思ったんですけども、これ誰のセリフを割り当ててるんだろうな。上本とも実際に見たんですかと言いたいですね、この場合。上本ともと内城誠司どこにいるの。新藤さんいましたね。新藤さんは多分、まあ裏技的に声を聞いたんでしょうね。いました、内城誠司。どうやってこれを内城誠司の声だとして割り当てたのかがわからないですけど。あと花澤さん。なんだこれは。で、こうやると広げることはできるけど、あれ、回転はできないってわけですね。シアターも、これって順次見ていけば解放されるんですかね。これからじっくりいろいろ見てみたいと思います。今回はこういうアプリがダウンロードできますよという紹介です。シェムパスポートを常に持ち歩けるなんて、こんな素晴らしいことが起こると本当に夢にも思わないことです。本当に制作していただいた方には本当に感謝ですね。ただ本当にこの一番残念な点は日本語に対応してない点ですね、今のところ。日本語に対応させるとなると本当にデータ量がすごいことになると思うんで、それもやっぱりこれだけでも我慢してあげゃいけないのかなと思う感じではありますけども。取り急ぎスカパスの紹介でした。皆さんもダウンロードしてください。
それでは。